こんにちは、緑川です。今日はね、ティッシュボックスのカバーをね編んでみましたので、今日はねこれを編んでいきたいと思います。これね試しにね編んでみました。はい、これね近くのホームセンターで買っているスコッティっていうものなんですけれども、サイズをね測ります。横幅がね 22.5 センチ、奥行きが、10.8 ぐらいですね。そして高さが 4.5 センチになっています。はい、でカバーね試作してみて分かったのは、箱よりも少し小さめに編んで伸ばしながらねセットするっていう感じになっています。でね、これもね、グラニーステッチを6段編みましたが、こんな風にね、はい、自然にね、こんな風にね、なりましたので、はい。カバーだけがね、ずれるってことはね、カバーだけ持つとね、伸びますので、はい、箱ごと持っていただければ大丈夫なんですが、このようにね、なります。最後にね、はい、細編みをね、しています。これをね、編んでいこうと思います。で、毛糸なんですけれども、こちらはね、手芸の店、ギンガムさんで買っている、はい、ラブ&ニットマイホビーエールというもので、色が3番で、こちらはねアクリル 140g で 48m のものになります。でね、これができてます。で、今日はね7色3色これね1玉あったので、はい、これでねこれに作ってみようかなと思います。で、7色3色こちらはね24番、アクリル85、ウール15、30g で 54m です。こっちがね 48m なのでね、足りると思うんですよね。まあ、もし足りなかったらね、こういう色を足してもいいかなと思いますので、始めていこうと思います。で、今日はねかぎ針は8号を 5mm を使います。8号 5mm ですね。はい、これね、かわいいのを使います。はい、それではね始めます。まずね入り口のところから鎖編みで作り目をしていきます。はい、まずは編む準備をして、はい、そしてかぎ針がスッと通る大きさで鎖編みを40目足しますね。はい、40目です。はい、今ね鎖編みを40目編みました。はい、編んで、はい、2回数えましたね。はい、はい、で、およそね長さがおよそ大体30センチ前後になっているかなと思います。はい、それではね、ねじれがないようにこのようにして、こちらをね輪にします。ここをね、はい、輪にしていきます。で、ここね上2本取って、まずね1回引き抜きます。はい、しっかり引き締めておきます。はい、そしてここからねグラニーステッチを始めていきます。で、鎖編み3目が長編みで立ち上がりますね。長編みの立ち上がりは1本の動画になっていますので、はい、リンクを貼っております。初めての方は参考にぜひご覧ください。ではね、鎖編み3目が長編みでここに立ち上がります。この引き抜きをしたここですね。はい、ここです。引き抜きをしたここですね。この上糸が出ているところです。はい、ここにね長編みを編んでいきます。はい、鎖編み3目の方はここでね編んでください。ではね、長編みの方はこのようにします。はい、長編みで立ち上がります。はい、そしてマーカーをねつけておきます。そしてここにあと2つ長編みを編みます。はい、
嬢さん、母ちゃんお仕事してますよ。はい、引き抜き編みをした一つ目の目に長編みが3つになっていますね。でここがね、こう一番突き当たりのところになります。次に角のために鎖編み1、2、3しますね。はい、長編みの構えをして1目スキップして2番目、はい、こちらね1本取って、はい、ここに長編みを3目、次は鎖1をして長編みの構えをして土台は1、2、3スキップ4番目、ここにグラニーステッチをします。はい、鎖1をして長編みの構えをして1、2、3目スキップして4番目にグラニーステッチをします。はい、鎖1、長編みの構えをして土台を1、2、3スキップしてグラニーステッチ、鎖編み1をして土台を1、2、3目スキップ4番目に長編み、長編み、はい、今ねこうなってます。ここの鎖3目が角になっていてグラニーステッチが5個になりました。それではね、このあと鎖編み1、2、3で角にして長編みの構えをしたら土台を1目スキップして2番目にグラニーステッチですね。はい、はい、今編んだのがここのお向かいにあたりますね。はい、そして角です。鎖編み1、2、3をして土台は1目スキップ2番目にグラニーステッチ、はい、鎖1、はい、これからあとは土台は3目スキップになっていきます。1、2、3、4番目にグラニーステッチ、はい、ではね残りを編んでいきます。はい、1段目のね終わりのグラニーステッチが終わって最後にねここに1目残っています。はい、そうしましたら、ここね鎖3目分の角なんですけれども鎖1と中長編み1で終わります。鎖1をしてマーカーのところに針を入れて中長編み1で角といたします。はい、でここからねグラニーステッチ始めます。はい、でね2段目です。はい、2段目、角の左半分から編み始めます。鎖編み3目が長編みで立ち上がって1目目にマーカーをしておいて、はい、角にあと2つ長編みを編んでおきますね。はい、角の左半分を今ね編みました。そして鎖1をしたら
隣のこちらの鎖3目の角に飛びますね。はい、でここにね角を作りますので、長編みを3本、鎖編み3つ、同じところに長編みをさらに3本と編みますね。そして鎖1、はい、あとはね隙間にグラニーステッチです。3本、鎖1と編んでいきます。私この赤多分半年ぐらい前に買ってるんですけど、初めて編むかもしれないですね、この色。はい、あんまり記憶が、あ、もしかしたら前に三角ストールを編んだ時の残りかもしれないです。はい、かわいいね。あのなんていうのかな、サーモンピンクよりもっと濃い感じですね。はい、かき氷のいちごみたいな感じですね。かわいい色です。鎖1、はい、そして角に来ましたね。はい、角は長編み3、鎖3、長編み3と、はい、編みます。はい、そして角が終わったので鎖1をして、またこちらの角、長編み3、鎖3、長編み3と編んでいきますね。反対側も同じように編んでいくことになります。はい、2段目のね終わりに来ています。最後ね、ここに角の右側を編むというところです。はい、最初にね角の左側3目だけ編んでいましたので、同じところに針を入れて角の右側の長編み3目をね編んであげましょう。はい、そしてまたね角になります。鎖3目で終わるところを鎖1と中長編み1でね終わります。はい、これでね2段目が終わったところです。はい、で増し目はねこれで終わりなんですね。はい、ではね3段目に行きます。3段目はもうね増し目がありませんので、角にずっと長編み3本を編んでいくということになります。はい、ここねもう、長編み3本だけになります。はい、ではね鎖編み3目か長編みでこの今できた隙間に角に針を入れて、まず立ち上がりの目を編んでマーカーをしておきます。そしてあと2本ね編みます。長編み、はい、長編みを角に3本編みましたね。はい、ではね鎖1をして次の隙間、はい、長編み3本編みます。鎖1、はい、そしてこの角ね、ここも長編み3本だけを編みます。はい、もうね増し目をしませんのでこのようになります。鎖1、はい、そして他の隙間もすべて長編み3、鎖1で編んでいきます。はい、ここね増し目をしなかったので、ここでねこのようにカクンと側面になってくれます。はい、ではね、すべての隙間に長編み3、鎖1を編んで一周していきます。はい、3段目のね、終わりの方に来ています。はい、そして、前の段と違うのは、
もう増し目をしないから、ここはねもうこのまま閉じるだけになります。はい、前はここに長編み3を編みましたが、もうね一つの隙間に一つのグラニーステッチになっていますから、ここは鎖1ですね、他のところと同じように鎖1で閉じる場所になりまして、ここは最後なので鎖1の代わりに細編み1で終わります。マーカーのところに針を刺して細編みを1つ編んで鎖編み1の代わりといたします。はい、これでね3段目が終わりまして、こんな風にね、はい、もうなんていうの、こういう風に、はい、角がねできております。はい、で今3段編みましたね。はい、で次は4段目になりますが、4段目から6段目までねもうずっと同じです。最初の何目か編んでみますね。はい、今から4段目です。はい、で4段目からもずっともう増し目はなくて、一つの隙間に一つのグラニーステッチです。鎖編み3目が長編みで立ち上がって、立ち上がりの目をまず編んで、マーカーをつけておきますね。はい、そして同じところにあと長編みを2つで、合計3本の長編みがあるグラニーステッチが1つできましたね。鎖1をして、はい、1つの隙間に長編みを3本になります。増し目がもうありませんから、すべての隙間に長編みを3本、鎖1、はい、ここもね、はい、長編みを3本、鎖1、長編みを3本、はい、これをね繰り返していきます。そして段の終わりは先ほどと同じく鎖1の代わりに細編み1で終わるということになりますね。はい、そしてこの4段目のやり方を6段目まで編むということになります。はい、それではね6段目まで編んできます。はい、6段目のね終わりです。でね、ここで、鎖今まで細編み1で終わってきたところなんですけれども、最後にね細編みを1段して終わりたいのでね、はい、ここは鎖1をして、はい、1目目の長編みの頭に針を入れて、はい、そして引き抜いてね終わります。はい、そしてここからね細編みをしていくんですけれども、はい、7号か 7.5 号にね小さくします。今こちらはね 5mm 8号で編んできましたけれども、少しねきつくしたいので、はい、 7.5 号 4.5mm、 もし 7.5 号がない方は7号でも大丈夫です。はい、かぎ針を下げて、はい、しっかりめに細編みを編んでいきますね。はい、ではやっていきます。はい、これがね細編みが7段目になります。はい、鎖1で立ち上がって細編み、はい、そして1目にね1つずつ細編みを編んでいきますね。はい、小さめのかぎ針がなくて8号のままで編む方は、しっかりめにねきつめに編むといいのかなと思います。私はねきつめに編むと手が痛くなっちゃうので、はい、かぎ針をね小さくして 7.5 号 4.5mm をね使っています。はい、そしてここのね、はい、細編みを一つずつ編んでいきます。この鎖1のスペースは側にとってもこのようにね2目だけとってもどちらでもいいですね。お好きなよう、お好きな方で編んでいただいて大丈夫です。はい、ではねこのように細編みを1段編んできます。はい、細編みのね最後を編みました。この鎖1のところに細編みを編みまして、引き抜いて終わります。はい、引き抜くときはマーカーをしていた1目目後ろから手前に針を出してループを引っ掛けてループを後ろへ連れていきますね。はい、そして糸始末できる分残してカットして、ここで輪にくぐらせて、はい、引っ張って終わりますね。
ではね、糸始末いたします。ではね、この細編みの足の隙間に入れて、返し縫いして終わっておこうと思いますね。あと、口のね、初めの尻尾さんも糸始末をしておきます。そしてね、これで完成しましたね。この色すごい可愛いですね。でね、残りはね、これぐらいです。もしね、ここを縁編みしたいなという方はね、一周ね、できます。それではね、かぶせていきます。それではね、セットしていこうと思います。こちらね、で、これね、開けてないんですけど、ちょっと開けます。でこのここがちょうどね、ここに来る感じで伸ばしながらセットいたします。伸ばしてね、そして後ろにこのように持っていけば、割とね、毛糸が伸びるのでね、このようになります。これでね、できました。かわいいですね。すごいね、レトロでいいですね。今回ね、このオレンジだったのでね、これにしましたけれども、このティッシュって5個セットで入ってるから、ブルー系のとかね、あるんですよね。赤系とかね、色味に合わせてね、編んでおくといいかもしれないですね。そしてここをね、飾りたいなという方は残り糸でね、引き抜き編みをしたり細編みをしたりする分はね、1段だったらあるかなというところです。私はね、あえてこのままです。ティッシュがね、出しやすいかなと思って、いい感じです。箱の色に合わせてね、編むのも楽しいかもしれません。あとはインテリアに合わせてね、焦げ茶色で編んだり、グレーで編んだりとね、そういうのもいいですし、一段ごとに色を変えるのもね、楽しいのかなと思います。まずは今日はね、一色で編んでみました。毛糸ね、一玉でできますので、ぜひね、気分転換にもいいかなと思います。こちら、七色彩色は、24番で 30g54m ですが、残りましたので、毛糸一玉ある時どうしようかなっていう時にね、これを思い出して編んでいただければと思います。とっても可愛くなりました。本日は箱の、ティッシュボックスのカバーを編んでみました。今日の参考になったよ、編んでみようかなと思ってくださった方は、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。またリカチャンネル編み物部では、このようにね、インテリア雑貨、小物からストールやショール、バッグ、ウェアなど様々なものにチャレンジして日々ね、投稿しています。ぜひ皆様もね、登録して部員さんになっていただいて、一緒に、編み物してくださるととっても嬉しいです。ご登録お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。緑川でした。